お、この鉄鋼かっこいい。いや、でもこの探検も捨てがたいんだよな。あれ？お、何？さっきからウルガと全然違うの見てる？狭苦しいとこでも戦える武器が欲しくてさ、ウルガだとぶつかっちゃうでしょ。そういえばこの間ちょっと長めの剣も買ったんだよ。今度剣の特訓しよう。うん、いいよ。やった。合図みたいにさ、こんな感じでバサッバサッと敵をなぎ倒して。それ危ないかも。え？ギャッ！壁に刺さった！まずい。あいつ抜くの手伝って。せーの。てぇい！うわぁ！ティオナ、大丈夫？またか。うわぁ、壁に穴開いちゃった。うん、もっとうまく使えるようにならないとな。ティオナはどんな武器も上手だと思うけど。うん、ティオネだったらもっとうまくやれるから。うん、負けてらない。もっともっといろんな武器を使って。私一人で何でもできるようになるんだ。ねえアイズ、あっちの武器も見てみよう。今のままじゃダメ。ダメっていうかさ、いろいろできた方がみんなの役に立てるじゃん。なんでもかんでもウルガでぶった切るってわけにもいかないし。そうなのかな。ティオネはなんて？ティオネには言ってない。どうして？なんか気乗りしないっていうか、こっそり使えるようになってびっくりさせた方が楽しそうっていうか。そういう発想がガキンチョなのよ。え？アイズ？私じゃない。え？なんか様子がおかしいと思ったら、そんなことで悩んでたってわけね。ティオネ、いつからいたの？最初からよ。武器を探しに来たらくだらないことばっかして。くだらなくなってないってば。これでも結構悩んでるんだし。知ってるわよ。え？ここんとこ私の武器を勝手に使って訓練してたでしょ。まったく
つかったら元の場所に戻しておきなさいよね。片付けしてなかったんだ。この際だからはっきり言っておくけど、いろんな武器を使って臨機応変になんて考えなくていいわ。というか考える必要すらないのよ。ティオナにはあんたにしかない武器がもうあるんだから。私にしかない武器？オーダーメイドのウルガのこと？ハズレ。私が持ってるオーダーメイドってそれだけだってば。バトルクロスもそんな特別なものじゃないし、髪飾りとかも。慣れないことして考えたりするから大事なことを見失うのよ。ほら、目の前にあるでしょ。目の前？あ、武器じゃなくって目の前にいるのは、ティオネってこと？ええ、あんたには私という武器があって、私にはあんたという武器がある。それが私たちの最強の武器。うん。ティオネとティオナが一緒だと、二人ともいつもすごく戦いやすそう。そういうこと。一人で強くなる必要なんてないのよ。あんたの苦手なところは私が埋める。それでこその二人でしょ？おお、そういうことか。私ができないことはあんたが埋めてくれれば十分。お互いができること、得意なことをすればいいの。そっか、ティオネが一緒だったらそれでいいんだ。それに今はアイズやレフィアもいるし。ええ、困ったらまずは頼ってみなさい。大抵のことはなんとかなるわ。今のパーティーならね。うん、それで私も私が得意なことでみんなの役に立てばいいんだ。まあ、あんたの役に立ちたいって気持ちは悪くはないけど、私にも相談しろって話よね。ごめん、次からはそうする。あんたはない頭なんてひねる必要はないの。そういうのは得意な誰かがすればいいんだから。もう大丈夫。ありがとう、ティオネ。よかったね、ティオナ。うん、アイズもありがとう。すっきりした。じゃ、お腹減ったし、みんなでご飯に。その前に、店の壁に穴開けた弁償代でしょ。あ、ほら、店の人に謝りに行くわよ。こっちに来なさい。もしかして弁償するのはティオネに任せても。いいわけないでしょ、おバカ。